はい、ルドルフさん、おはようございます。ちょっと遅めになってしまいました、よろしくお願いします。オープニング始まってから、始めますのでよろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。土曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。 Your Special の時間がやってまいりました。 MC を務めます沖縄ベタニアチャーチの宮地ひかるです。これからのおよそ1時間弱ですが、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、ちょっと遅れて始まりましたが申し訳ございません。ですね、今日はすごいいい天気ですね。沖縄地方もう空真っ青、雲がうっすらとですね海の向こうに浮かんでおりますけれども、ここ FM 宜野湾の放送局からは、茶谷の海ですね、茶谷の海が見えております。宜野湾から茶谷町にかけてですね、観光地になってますけどもね、ここは普天間基地、空港あれですね、あの米軍の基地があって、飛行場があるわけですけど、そこの何ですかね、南の端で一部返還されてるんですよね、ここね。で今あの住宅街だったところを今工事入っておりますね。ここは何か改装して新しく、あの沖縄の土地として何か、変える、まあ改装中ですけれどもね、もう夏真っ盛りですね。観光の人もたくさん沖縄いらっしゃっていると思いますが、もうね、沖縄は観光地ですからね、はい、本当に、内地からたくさん来て、国際通りとか、那覇にありますけども、もうたくさんのね、観光客の方いらっしゃってますね。まあ、どんどん来ていただきたいですが、はい、この放送はですね、イエス・キリストの愛を伝える福音放送ですね。はい、Your Special というタイトルですね、聖書のイザヤ書というところに、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという言葉があります。これはあの神様がですね、私たち人間一人一人を見たときに、神様の目から見たらどのような人間であっても高価で尊い、まあ、宝石のような存在っていうことですかね。私はあなたを愛しているっていう宣言ですね。もうこんなね、愛してるなんて言葉、ね、一番言ってみたい、あるいは言われたい、ね、今風の言葉だと思うんですけども、このイザヤ書というのはだいたい2700年ぐらい前に書かれた、預言書ですから、もうそんなね、何千年も前から神様は私たち一人一人を本当に個別にね、全人類とかっていうことじゃなくて、本当に私ですよ、神様は私を宝石のように愛しているっていうね、そういう一人一人をね、愛しているっていう宣言ですね。このことに気づくとですね、本当に人生、素晴らしいものに変えられていくわけですね。イエス、そして、2000年前に、イエス・キリストが地上に現れて、本当に天にいる父なる神様の使者として現れて、私たちの罪を背負って、十字架にかかられて死なれたわけですね。そして、死んで墓に葬られましたけど、3日後によみがえられました。この十字架によって私たちは本当に、私たちが犯してきた全ての罪、またこれから先もね、人ですから犯してしまう罪をね、もう2000年前に身代わりになって神様が
処理してくださったっていう。ですからイエス・キリストを通せば私たちは本当にあの罪がすべて許されるわけですね。そのことによってまた、永遠の命を得たイエス・キリストによって本当に私たちは天国にね行く権利を持っておりますから。ほんでまだですねイエス・キリストのことをよく知らない方もうそのような方はですねあのぜひイエス・キリストほんであの唯一の神様ですからね。日本はね、本当に神々の国、僕も、イエス・キリストを信じるまでは日本はね、神様いっぱいいて、八百万って言いますからね、いっぱいいますからね、選べるっていうふうに思ってたんですけれども、ね、で、雑誌とかね、テレビ見てもね、すぐ、あの人神だねって言いますよね、今。でもそういうことが、やっぱりね、間違っているっていうことですね。うん、そのことをイエス・キリストを信じるようになってからねよく分かりましたね。神様は本当唯一絶対の神であってね、たくさんいてその選べたりまた人間が神様になるとかねそういうものではないですね、うん、でそういうことをもてあそんだりっていうことはとても私たちにとって人生にとって良くないですね。幸せにはなれないところがあるということで、まあ、本当にね、で、唯一の神様とかって、なんか怖い神様で、って私もそう思っておりましたけど、そんなことないですね。イエス様を通して示された愛は、本当に無限のね、慈しみですから、本当に憐れみを、どこまでも憐れみを持たれた神様、その証明としてイエス・キリストの十字架があるわけですから、そのことを気づいてね、ぜひ、イエスを信じて、唯一なる神様のね愛の中にね恵みの中に入っていただきたい、そういうことを願いを込めてですね、放送しておりますが、さあ、この間からですね夏の時期は沖縄は71年前に沖縄戦っていうのがあったわけですね、まあ、沖縄にいらっしゃる方はね本当に日常的に戦争の話とかまあ、この時期は特にねテレビとかマスメディアで戦争の話をねしない日はないですし、ちょっとね自分も沖縄来て10年ほどですが、もともとは本土の人間なので戦争の話とかするってねやっぱり段差があるっていうんですかね、まあ、父母は戦前の生まれですから思春期に戦争を体験してね子供の頃その戦争の話になったりすることがあったんですよね。その食べ物の話とかですね、うん、食べ物がなかったとかねそういうような話でもそういう話が来た時にあれちょっとなんかこう話題がずれちゃったなっていうかこう変わったなっていうんで身構えちゃうんですね。えらい昔の話が始まったなって古い話が始まったよねっていうような感じで今でもねそういう感じがあると思うんですけどね沖縄は本当に戦争の話をするっていうことが普通にスッと入ってきちゃうっていうんですかね日常の会話との今のことを話していることともう本当に71年前のその戦争の話をするっていうこととそのあんまりほとんど段差がないですね。まるっきり段差がないって言ってもいいかもしれないですね。話題がこう切り替わっても戦争の話かって普通に受け止めちゃいますね、まあ、それぐらいその戦争体験っていうのが激烈だったわけですよね。沖縄の県民は、ね、4人に1人が亡くなっておりますからね。で今も71年前ですから経験されている方が、まあ、70代以上の方でたくさんいらっしゃって普通にまあ、生きてらっしゃいますから生活してらっしゃいますからね、まあ、とても日本の中では特別な場所ですね。こういう戦争の話がそのままつるっとしちゃう、まあ、それでこの、ラジオでもですねこの時期、8月の15日が、終戦戦争日本が戦争にアメリカに戦争を負けた日ですから全面降伏してですね中国でも戦争しておりましたけども全て、日本が負けたわけですね。でその沖縄戦も、まあ、15日もうちょっと戦闘が9月になるまで続いたみたいですけども、
本当にねこの時期は今、沖縄で言えばその南部のね糸満摩文仁あの海岸地帯にどんどん日本軍も住民も追い詰められていってっていうようなことですね。だから大変な時期なのでゲストを呼んでね、お話を聞いておりますが、今日はあの私一人ですけども、また来週3週連続であの戦争体験者の方よあの呼んでお話を聞く予定ですので、ぜひお楽しみに、聞いてください。本当子どもたちにもね聞いてほしいなと思います。さあまず1曲聞いてください。これはですね、モームーン、スパーク、サンシャインガール。ブルガリさんですか。どうもはじめまして、ようこそお聞き、私は神だよっていうね笑い、私もねそんな感じで10年ぐらい前はねそんな感じで生きておりましたが、ちょっと自分神様じゃないですね、ちょっと自分の神様だと具合悪いんでね、もう本当に具合悪くなりましたね。なんていうかそんな感じでやってたら、今は神様が一つで本当に自分が神様にならなくて、安心しておりますね。今はとても安心して暮らしておりますが、ぜひ聖書とか思い込みですかね、イエス・キリスト、ね、十字架とかね有名ですけど、ぜひ聖書とかお読みになってくださいね。素晴らしいですよ。はい、あとまなみちゃんもおはよう。まなみちゃんありがとう、延長ありがとうね。
はい、ユアスペシャルをお送りしておりますが、さあ、ですね、先週はですね、那覇市の首里金城町、ね、にでお住まいの、まあ、首里城があるんですね、観光で行かれた方も多いと思いますが、首里城があって、そこのすぐ、ね、あの下の方に住んでいらっしゃる吉峰善一さんに出ていただきました。あの戦争の語り部をねずっとやられて、12歳の時に終戦ですか、ね、12歳でお母さん おばあさんを、助けて逃げて、まあご家族は戦争が終わるまでは、本当に無事にね生き残って本当によく生きてたなっていうことをね後で戦後になって兵隊の人に会って米軍の人となんか交流ができてですねよくあそこで生き残ったなって言われたそうですが、まあ、おばあさんはその後収容されてから1年以内足らずで亡くなられたということをねあとちょっと資料で読みましたけども主にね前回は戦争がその沖縄戦が起こるまで、米軍が上陸してくるのが昭和20年1945年の4月の1日ですね。で終戦が8月の15日ですからだいたい4ヶ月ぐらいの戦争ですねがずっと沖縄で行われて沖縄住民はどうですか 9万4千人ぐらい9万4千人ぐらい亡くなってるんですか。で軍に協力された方を合わせたら11万4千人ぐらい亡くなってるんですかね。それと日本軍が、6万4千とかなんか7万人近く亡くなってるんですか。住民が沖縄の住民が4人に1人ぐらい亡くなって日本軍はもう玉砕ですからね、命令は。まあ、最後生き残った方もよくわからないですが、大体7割から8割ぐらいの、兵隊さんが亡くなってますよね。7割、8割ですよ。私のおじいも、今亡くなりましたけど、生き残りでね、マブニで助かりましたけども、7人、10人に7人10人に8人とかって言ったら5人いて5人いたら4人死ぬような感じですか。1人生き残るだけですよ。もうちょっと信じられないですね。でアメリカ兵も3万人ぐらい亡くなってるんですかね。まあとてもちょっと想像つかないです。もう本当にもう戦争になったらもう敵も味方も何もう人間じゃなくなるって話をねされてましたね。もう本当に米軍の中ではまあ、いわゆる発狂っていうんですかね精神的に異常になる人が兵隊が続出したって言いますね。この間ね話できなかったんですけどあんまりね敵意を煽るつもりではないんですがジャップハンティングライセンスっていうのをね吉峰さんから見せられたんですよ。でコピーいただきましたがね黄色い、これはどれぐらいの大きさかな免許証よりはちょっと一回り大きいですね、黄色いなんかこう、カードにジャップハンティングライセンスっていうのが刷り込まれててアメリカ陸軍のこれは何師団ですかねマッカーサー元帥日本を占領した時の司令官ですねマッカーサーが指揮していた師団、まあ、1万人規模の師団軍隊の組織ですねそこで発行された、でジャップハンティングライセンスというのは要するに日本人狩猟許可証ということですね、まあ、政府が発行したわけではないけど軍の中で、まあ、かなり大きい軍の組織の中で発行されて、日付が1941年12月7日っていうことですからこれ真珠湾攻撃の時にから発行されたで期限なし
そして絶滅するまで有効。そして狩猟許可書ですから、あの動物なんかだったら ありますよね。季節で例えば、夏の間は狩猟しちゃダメだけど冬は OK とかっていうシーズンで限定ありますよね。これがないシーズン限定じゃないって、要するに一年中有効、狩猟していいって。で絶滅するまで有効、日本人狩り許可書っていうのがね出されてるんですよ。だからアメリカ軍ひどいねってことでは、まあまあっていうことで、ね、まあ、だから戦争になっちゃったらこういうこと本当に吉見さんもこれもらったんだそうですよ。戦後に米軍の要するに在郷軍人、その日本に、兵隊でいらっしゃって生き残った方々が、まあ20年30年して沖縄に訪ねてきた時にその案内をされたりして、こう交流ですねが、まあ、吉見さんは英語がおできになったので、その案内とかをされた時に、まあ、交流ができて、こんなのが あるんだっていうので見せられたって、最初は冗談かと思ったそうですが、まあ、冗談風のねライセンスですけどね、まあ有効だったんでしょうね。まあこのですね、ですからこの恨みですね、本当にお互いを殺し合うっていう中でですね、もうそんな何かルールを守って協定を守ってですね、国際紛争においてどうのっていうようなのはもうそんなレベルを超えていっていっちゃうんでしょうね、戦争になっちゃうと。まあ、沖縄戦はまさにもうそういう本当に人に言えないようなこともいっぱい起こったようですがね。ですから私たちは本当にね、戦争をしない努力した方がいいですよ。何度も言ってますけどね、どんな屈辱を受けたり脅威を感じるようなことをね、言われても煽られても、その戦争とかそういうことをしない、もうそういう本当に自分がプライドを傷つけられたとしてもですよ、その正しさのね、正義の追求をね一番にとか本当に高いレベルに持っていくんじゃなくて、その正義どっちが正しいかっていうようなことを下げてでも戦争しない、喧嘩をしない、争い事を起こさないっていう努力をした方が絶対いいですよ。平和を作っていった方がいいですよ。だからね、世界平和とかね、そのいきなり大きいね大冗談のことをね、また言いがちなんですよね、人はね。でもそういうことじゃなくて、身近なところからですね、家庭、マザーデーさんいましたね、家庭から家族を愛しなさいってね、それが世界平和の第一歩ですって言い方をしてますけどね、これノーベル平和賞取った時に言われたんですよね。マスコミに問われてね、世界平和のために何をしたらいいか、すぐお家に帰って家族を愛しなさいって聞かれた記者に答えたんですね。で、本当に身近なところからね、とにかく争い事を起こさない、争い事を起こしそうになったらそれをしない努力をするって、それ相当忍耐必要ですよね。忍耐っていうことですよ。ただ我慢するってことじゃなくて、忍耐するってことが本当に平和の道、またそれが素晴らしいことをね起こしていくって、もう神の道でもあるんですが、私の信じるね、だそれを私たちは追求した方がいいですと私は思います。今ねだんだん憲法改正とか本当にそういう流れができつつありますよね。この間選挙あって、あれですかね、憲法改正の条件が整えつつあるわけですよね。改正のためのね、数的な条件がね、まあ、議論がこれから起こすとかっていうことですけども、まあ、戦争をできる国に、日本は平和憲法があって、戦争しない、戦争放棄っていうことが憲法9条に書かれてますからね、まあ、軍隊持たないって書いてあるんだけど、まあ、これは実質上軍隊持っておりますけれども、だからどんどんですね、戦争してもいい、いいっていう条件をが作られるような、まあ、この流れになりつつあって、もうこれ戦争しない努力を
戦争するような状態にならない努力を、私たちはしたい、私は少なくともしたいと思いますね。もう沖縄戦のこと、それから沖縄の戦以後、沖縄が被ってるこの基地の問題とか、本当にこっちに住んでみてですね、こんな不公平な場所ないですよ、日本の中で。うん、それをこう本当にね、直接関わってないっていうことの人がほとんどですけどね、例えば、本土に住んでて別に政治に関わってるわけではないし、その役所としてなんか行政としてそういうことを直接関わってるわけじゃないっていうことですけど、人がほとんどでしょうけども、本当にここ沖縄県っていうのは不公平なことを押し付けられてますよ。うん、県民も本当こう本当に日本国っていうこの県の中の県民、国民の人たちとして、まあ、142万人ほどいますが、相当不利な不公平な状態を押し付けられたままで、まあこう我慢してるっていうことですかね。うん、なかなか解決つかないですし、まあね、僕は何度も言ってるんですけど、その怒らないってことですね、怒らないっていう道を選択するのが一番、その怒らないってことがまた平和を作ることだと思ってますので。だけどこうもうこれは怒って当たり前だろうみたいなことをね、煽る人もいますし、またその言ってることは正しいと思うんですが、ね、この基地反対、国の方針がもうひどいっていうことでね、まあこう、そのなんかこう戦いね、まあ自分も昔ね、戦い大好きのね、人間だったんですね。まあぶっちゃけで言えば、僕は極左だったんですね。役中になるまで極左、役中になってもちょっとそういう傾向がありましたけど、極左、なんか革命大好きみたいな人ですね。うん、もうこの世の中間違ってるから全部ね、革命して全部ひっくり返してもう一回ゼロから始めるみたいな、そういうのが大好き。うん、まあ自分が本当に間違ってたってよくわかるんですけど、これがね、まあ今時流行りじゃないんですけど、60年代70年代にまさに安保闘争ですね、安全保障、日米安全保障条約が締結される60年、国会の周りね、この間もその承認の時にね、たくさんの人が集まりましたけど、60年代そして70年度の改定の時にはね、すごい闘争になったわけですよね。でこの時のフィルム映画がありましてね、怒りを歌えっていうんですよ。警官隊と機動隊とかとぶつかってですね、うん、まあそのまた革命を、暴力革命を認めをしようっていう、その極左の人たちのこうだんだんとその闘争の歴史みたいなね、これをフィルムあるんですよ。三部作ですかね。僕学生の時に、19歳20歳ぐらいの時に見たんですけど、このタイトルが怒りを歌えっていうんですよ。怒りを歌う、怒りを歌えってね、なんかこうでも出るんですよ。 血が騒ぐですかね、アドリナリンが出るんですけど、私なんか出たんですけど、よくないですね。もう本当に怒るっていうことをね、こういうふうに認めていく、肯定していくと、どんどんね、なんですかね、怒りんぼになっていくわけですね。で怒ることはいくらでもありますから、世の中はおかしいこといっぱいありますからね、おかしい人もいっぱいいますし、だからそういうのばっかり見るようになるっていうかね、怒ってると何かに、なんか特定なことに対して怒ってるんじゃなくて、最初から怒ってますから、怒りどころを探して歩くっていうんですかね、怒りどころを探して回るみたいな、そういう人になっちゃうんですよね。まあテレビ、僕今テレビ見てませんからね、本当に 見なくなってよかったなと思うんですけど、3年ほど見てませんけどね、たまに職場とかであるからテレビね、あと病院とか行ってもテレビやってますよね。見るとワイドショーとかね、本当にまさにこの怒ってる欲求不満、こうなんか欲求不満をどうやって解消するかっていうようなものを、番組作りですね、そういうメディアですよね、テレビって思いますね。僕は本当こう不満がたまる、
もう怒りをぶつける場所を探すってね、良くないと思うんですけど、どうですかね。本当にこう脅威を、そう、ルドルフ2006さん、大阪で聞いてらっしゃる方ですけども、脅威を煽る人たちをどう説得していくかは大切なんですがっていうふうにねおっしゃってますね。本当ね、僕新聞の悪口はあまり言いたくないんだけど、あの見出しの太さとね、沖縄の新聞ね、なんかこうやっぱり煽ってらっしゃいますよね。なんかこう戦いをね、言ってらっしゃる、言ってることは僕当たってると思うんだけど、なんかこのあり方の問題かな。行政っていうかね、その基地のことに関しては、その国ものやり方もひどいんでしょうけども、なんかこう戦いってなんか血が騒ぐんですかね。僕はもう血が騒がなくなっちゃったんですが、もうそういう戦いじゃない、もっと悪いものありますよ。人とかじゃなくてですね、悪魔とかね、そういう戦いはあると思うんですけど、人と戦うとかね、なんか人を悪者にしちゃうとか、そういうのね、良くない感じがしますね。はい、さあもう一曲聞いてください。これはですね、とりあえず聞いてもらいましょうかね。今パソコンから曲かけてますか？パソコンじゃない。あ、パソコンじゃないですね。うん。
っとだけ。あ、いいよ。うん、あ、でも30秒で終わりますね。パソコンを使う。まあ、いいよ。はいはい。はい。あ、大丈夫です。はい。はい、初めての人ですね、佐藤さん、よろしくお願いします。イエス・キリストの愛を伝える福音放送です。戦争の話を今しておりますが、よろしくお願いします。はい、岩スペシャルをお送りしております。さあ、今聴いてもらった曲は、ノラ・ジョーンズですね。ノラ・ジョーンズの、ラブ・ミーでした。さあ、ですね、もう47分ですね。あと、1時間ほどで、あと10分ほどで終わりますけどもね。さあ、戦争の話をね、して、基地の話もしておりますが、ちょっと聖書をお読みしますね。ヨハネの福音書3章16節から17節です。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。はい、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。アメン。さあ、イエス・キリストという人が2016年前ですね。これ2016年ってイエス・キリストの誕生日ですからね、まあ、それほどこう影響の大きい方の誕生だったわけですけども、イエス・キリストがね、まあ、クリスマスがイエス・キリストの誕生日ですけども、その本当に神の子がね、天に神様がいらっしゃって、その子もう分身をこの世に送って人として生まれさせて、そして十字架にねかかって死ぬね、そのことによって私たち人間を救うっていうことをね、神の御業をなされたわけですけども、本当はイエス・キリストがされたことっていうのは本当に敵意を廃棄する、敵意を許す、ね、そういうことをね、本当に身をもってされたわけですね。これほどの愛をね、敵を許す、本当に敵を愛して、その自分をいじめたりね、迫害する者のために祈る、その人の幸せ を願うっていうのはイエス・キリストが実践されたわけですよね。だから私たちは今クリスチャンですから、それに習うものとしてね、本当、敵を許す、敵との関係をね良いものにしていく、仲間に、ね、なるようにね、だから敵は敵だとっていうことでね、敵を煽ったりですね、いつでも喧嘩してもいいんだよっていうような状態はですね、必ず悪い方向に行く。それが聖書の教えですね、イエス・キリストの教えですから、本当に私たちは万難を排してね、平和を作っていくっていうことをね、本当にやっていく。そして大きなね、世界平和全体のなんかこう地球規模でっていうような大きなね仕事をいきなりやろうとかっていうことではなくて、本当に身近なところからね平和を作っていく、唱えていくっていうようなことですね。神様を信じたらそういうものに変えられていくわけですね。イエス様の愛は本当に平和の愛ですからね。イエス様は平和の神ですね。でそして唯一なる神様も、その唯一絶対の神様も平和の神なんですよね。間違いをね、悪を許さないっていう厳しい面もありますけども、でも本当に極力誰一人罪のまま滅びることを望んでいらっしゃらないということですよね。そして一人でも多くの人を救うためにイエス様を地上に送ったわけですから、まあ本当にね、神の力は弱いところに現れるって、弱さに現れるって聖書に書いてあるんですよね。
弱いところにしか神様の力は働かない。だから 人もあの自分の強さとかね、あの能力とかそういうものを誇って、あの生まれとか給料が高いよとかそういうところを前に押し出しているところには神様は働かないって書いてあるんですよね。むしろその自分の弱さ、人に言えないような弱さとか罪とかそういうことを神様にあの打ち明けると、そこに神様が働いてくださるってことですね。まあ、さっきの話で言うと本当に沖縄がね、まさにねこの日本の中で最も弱い場所ですよね。不公平な状態を押し付けられて、本当はあのここに住んでる人たちはあの我慢を強いられてるわけですよね、うん、であの無理解な人も多いわけでしょ、ね、国もねあの基地はもう移転、あの県内で移設してほしくないっていう人が多いのに県内移設っていうことをもうこうご利用して、していくわけですからね。まあそれでおかしいじゃないかって、まあ、ふざけんじゃないよっていう人も多いわけですね。あのですからそれはあのねこう論理的なこの正しい正しくないって言ったら本当にあの沖縄は損を被ってますよね。あの本当に不条理と思いますね。基地は居座ってるしね。うん、だからこのでもこの弱い場所にね神様は現れて、あの神様の愛が最もこうここで表される、栄光が表される場所ではないかなっていうふうにね私は思ってますね。信じていて、あの神様がここ本当に働いてね沖縄をねあのこう解放してほしいなって、あの本当にあのこの場所を神様が働く場所としてね、うん、そして ここのねあの人たちのねあり方こそねやっぱり平和を求めるね、あの争うことを好まない、あの本当にあの沖縄の人たちのあり方っていうのはあの本土 あの人、自分もずっとここに来るまでは知らなかったわけですけど、あの学ぶところ多いですよ、ここの人たちのね、あの本当にあの辛い体験とかそういうものをこう、消化してですね、あの怒りに変えていかない、あのそういう、こう心の在り方、沖縄のねあのそういう文化あるいは人たち人あの国土の人たちの在り方っていうのはとてもねあのそう模範になると思いますね。あのルドルフさんもおっしゃってますね、まあ、これを読んで今喋ったんですがあの本当あの琉球の姿がねあの模範になる、そう、ああそうですよね、琉球のここのあの王府の人たち、侍の人たちはあの刀捨てたんですよね。戦争にならないように刀狩りを徹底して、侍も刀をあの倉庫に入れちゃって扇子刺してたっていうんですよね。そうなんですよね、そう武器を持たないようにしたんですよね。そうやって国を守ろうとしたっていうことですよね。いやこういうあのこういうのがいいですよね。はい、新しい方、しばちゃんいらっしゃいましたね、ありがとうございます。本当にね、さあ間もなくあの放送終了ですがね、音楽流しながら最近毎回流しておりますが、あの、あれですね、アメリカの祈りっていうあの曲ですけども、あのあれですね、エルビス・プレスリーですね。ぜひね、基地がね、沖縄からなくなってほしいっていうことを願い込めてね、あの出て行って出て行けとかそういうことではなくて、本当にあの撤退してほしいですね。これあのこの曲はあのベトナム戦争があの終わって、あのアメリカ軍がベトナムから帰ってくる時にエルビス・プレスリーですね、ロック あの、まあ、あの草分けですけれども、あのエルビス・プレスリーが歌った曲ですね。ここのところね、今ね、なんかね、涙ぐんでるんですよ。ぜひね、あの沖縄からも名誉ある撤退をしていただきたいなって思うんですけども。さあ、今日はですね、ゲストなしでお送りしておりましたけども、来週はゲストをあのお迎えします。来週はですね、石原きぬこ先生、あの、日本聖公会、沖縄の女性で初めて、あの、執事になった方ですけども、戦災、を経験されてます、ゲストを呼びますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ツイキャスご覧の皆さんありがとうございました。ちょっと遅れてしまいましたがすいませんでした。今週もありがとうございました。ルドルフさんいつもありがとうございます。来週はですね、石原金子先生7歳で、沖縄戦経験、もう家族全員亡くなられたそうですね。で本当に神様を信じてね、今まあ、牧師ですね、聖公会司祭されてて、本当に体験を聞いていきますので、来週お楽しみください。それではさようなら。